はい、りょうのビログへようこそ。どうもりょうです。はい、まあちょっと今、一件作業終わらしてきた、帰りです。で、本当はね、まあちょっとあの別の動画をね、今あ、げようかなと思ってたんですが、まあちょっとね、長いので、まあそれも編集終わり次第また、載せます。言ってもまああのこの間メインチャンネルで上げた、手組のまあ裏動画みたいな感じっす。で今日はね、何やるかっていうと、まあちょっとゆるーく、動画をね撮ろうかなと喋りながらね。でまた今日、メインの方で動画上げます。まあお楽しみに。まあなんてない、なんじゃない動画なんだけどね。ただちょろっとメインでいいんじゃないのって話になったんで。はい。で、今日はね、まあセカチャンで、何やるのか、こちら。コップじゃないよ。灰皿です。いいね。3M の、マットブラック。そう、てか 3M のマットブラックまだ余ってたの？3M のマットブラックと、3M のカーボン、まあ、この間内装、貼りまして、まあ、ツイッター見てくれてる方なんかはね、まあ、もう見てると思うんですが、を、内装も貼りました。まあ、パネルですね。センター関係のパネル貼りました。で、今回は、余ってるものを使って、灰皿を同じカラーリングで、ラッピングしていきます。まあ、本当はね、あの、ダイノクシートとかね、そっちの方のがいいんだけど、まあ、正直合ってるものを使わないと、まあ、もったいないなっていうので、うん、今日ね、まあ、ある方から教えていただいたことなんですが、その、パンの耳をね、捨てちゃうのはダメだよ。うん、まあ、比喩だよね、比喩。パンの耳は捨てないで、それをうまく活用できねえと、まあまだ一人前とは言えねえなって言われて、まあそうですねって話を今してきたんだけど、まあパンの耳っていうのはあくまでその、まあ捨てられちゃうはずだったものっていうのを、うまく活かせてこそ、まあ仕事がね、うまいということみたいですよ。で、まあ今回はね、その自分の、まあ、使ってる灰皿にやるので、カッターそのまま入れちゃいます。まあ普段はね、そのテープっていうのを使うんだけど、テープは使わずに貼っていきます。で、まあもちろんね、今脱脂をしてきました。でカラーリングは、先ほども言った通りマットブラックとカーボンかです。で、赤い、ステッチですね、ステッチ。赤ラインをまあちょこっと、入れるといった感じです。5月ももう半ばを過ぎ、あとちょっとで6月ですよ。ねえ、皆さん。どうですか5月これはこれを今月やるんだってね、決めて始めた方、あちょっと待った、いいや、ちょっとやり方変えよう。こうしよう。はい、失礼。まあね、この間の、ゴールデンウィークなんかをね利用して、まあ、起床された方、旅行に行かれた方なんていうのもまあいると思うんだけど、まあそれ以外にもね、
その、まあ、休日利用してちょっと YouTube 始めてみようかななんていうね方も、まあいたんじゃないかなと、いいっすね、はい、まあとりあえず、一周しました。まあこんな感じですね。まあこの後ちょっと LINE 入れていくんで、うん、いいんじゃない、こんな感じで。あ、これ濡れてるからつかねえか、ダメか、ついた。なんだかね、そのうちメインチャンネルでライブ配信とかもしたいね。で、なんかラッピングやってる動画とかライブ配信するのも面白いかもしれないね。大丈夫、声拾えてる？いまだにその、まあ、いろんな方からコメントがね来るので、まあ、本当にねもう分かったよと、もう知ってるよっていう方は非常に申し訳ないんだけど、セカンドチャンネルはこういうね、それ別にメインじゃなくていいんじゃないですかみたいな、よかったんじゃないですかっていう動画をただただ、上げていくという、まあ、チャンネルなので、こっちではその、まあメインはね、その車関係っていうことで、車関係の動画を上げていくんだけど、それ以外の動画っていうのはまあこっちにね、上げようっていうので作ってるので、そう、この間ね、笑っちゃったのはさ、まあ俺も結構コメント欄見てるんだけど、なんかその、よいしょ。有名 YouTuber でもないのにセカンちゃんなんか作るじゃねえよみたいな、なんでセカンちゃん作ってんのみたいなね子がいたんだけど、別に俺有名になりたいからってやってるわけじゃないしね、有名にしてくれるのってそもそもまず俺じゃないしね、見てくれる人がいてそれをね広めてくれる人がいるから、ただ有名になれるっていうだけで、うん、で言ったらね、その有名になりたくてやったんであれば、それこそね、その逆でさ、有名になったからやるっていうのもまあしかりなんだけど、有名になりたいんであれば別にね媒体いくつ持ってたっていいと思うし、そう思わん？そのね、情報の拡散っていうところで自分がね有名になっていく、有名になりたいっていうんであれば、ね、チャンネル何個かあってさ、別に毎日動画上げるわけじゃないにしてもね、このチャンネルはこれ、このチャンネルはこれっていう、そういうのがあってもいいんじゃないですかって俺は思う。まあ結果的に同じ立場になってない人には何言っても分かんないから。前からね、言ってるんだけど、あ、かぶちゃったここ。前から言ってるんだけど、そのね、
これ何々したいんですよって言ってる子っていうのはあんまり信用性ないので、まあどの世界でもね、俺ちょっとこれやりたいんですよっていう子はもうむしろもう今やってますよ俺みたいな、もうすでにやってますよみたいな子のが、まあ信用性はあるよね。え、逆に今さらすかみたいな子のがね、よいしょ、なんだなんだ。で、続いてカーボンを貼っていくわけなんですが、まあなんせちょっとねテープを使わないフリーハンドでのカットなので、まあ、若干のね誤差はしょうがないかなという感じです。いや、しかし暑いね、本当に暑い。ああそうで、WISH のダッシュボードに貼った動画で、ダッシュボードにスウェード状のシートを貼り付けようっていう、動画を、まあ、見てくれた方で、その、まあ、どんな感じですかと、いうコメントいただきまして、なんかね、貼った当初にいただいたコメントの中で、なんか、いや、日焼けがすごいんで、みたいな、おすすめしないっすよ、みたいな子がいたんだけど、特になんか今のところ別に日焼けしてるっていう感じは見受けられないかな、というのが本音ですね。うん。まあもういろんな方に見てもらったんだけど、で一応ね、ボルボは屋根下に入れてて、で、ウィッシュなんかはもう青空駐車、なんだけど、でもあの動画を撮ってから、ずっと青空駐車です。だからすごいよ。炎天下の下での駐車。超暑いもんね。はい、こんな感じです。いいね、いいんじゃないの、押されて。ああ蒸気車の中なんだ、どうしよう、何で平らに、ああららららららら、らら何で平らに切ろうかな、物扱いよかった、若干ずれてるか、若干反ってる。どうしようかな、どうしよう、マスキングテープでいいか。まあ、全然ちょっと話変わっちゃうんだけど、カーライフのね T シャツを、そろそろいい加減作ろうかなと今思っています。で、まあ今日ちょっとこれ着てるのは何年前だろうな、もう4年5年前ぐらいかなに、まあベンツのことで、まあ、お世話になったある方がいて、で、まあいろいろね、その初めてねいきなりメッセージしたにもかかわらず、いやそれはこうだよとか、こういう原因ですよとかね、こうしてみてくださいとかっていろいろ教えてくれた方で、
まあ、当時ねいろいろとお世話になった方の、アレフトさが全然違いし、方の、会社の T シャツです。こんな感じね。はい、あ、この片側だけの方がいいかな、両側入れないで。両側入れようかな、片側だけの方がいいかな、片側だけでしょ。あ、斜めの方が良かったかな、こう斜めカーボンの方が良かったかな。これじゃなんかありきたりだね。どうしよう、考えますね。まあこんな感じでデザインしながらね、いろいろね自分で考えながらやってるわけですよ、ラッピングというものはね、うん、まあこれはこれでありかな、うん、でステッカー、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 あれステッカーこの辺になかったっけ、あった、あこれ赤か、赤嫌いなんだよな、まあいっか、そうでね、その最近マカレフのチャンネル見てくれた方とか、まあツイッターなんかではね、その今日、まあ、こういうの貼ったよとかね、貼りましたっていう動画を上げてるんだけど、動画じゃないや、写真上げてるんだけど、まあそういうのを見てくれた、こうあれラッピングやりたいですとか、どうすればこう綺麗に貼りますかみたいなね、いろいろこう興味を持ってもらえる機会っていうのが増えたので、まあ結果なんか良かったかなと、うん、思ってます。続いて上も、貼っていくんですが、まあこっちまで取っちゃうとねまた長くなっちゃうんで、まあこんな感じです、まあ、なので、まあ、ラッピングちょっとやってみたいんだっていう、方がね、うん、まあもしいれば、そのなんだろうな、いきなりでかいもの貼ろうと、いきなりボンネット貼ろうとか、いいんだよそういうね、あのやってみようっていうのはいいんだけど、ね、失敗した時を考えると正直もったいないので、うん、なんせタダじゃないからね、このシートだってね、お金を払って、まあ、要は買ってるわけだから、うん、かといってね、そのネットなんかに売ってる安いシートなんか使っちゃうと結果的に本当は、貼れたと、本当は綺麗に、貼ることができたっていう人でも、あのなんかねすんげえ汚くなっちゃったり、あれみたいな、こんなもんなのこのシートって、ちょっとね、あのラッピングってこんな感じなんだみたいな勘違いされるのが非常に嫌なので、ちゃんとやりたいんだっていう人はちゃんとしたものを、購入して、練習してみてください。ただね、そのネットなんかだと、まあ、メーター売りでね、その、特約店さんなんかが、まあ、こう出品をねネットにしてるんだけど、結果的にそれね、結果どうなるかっていうと、
上にね、そのいくらか乗っかってるので、まあ高くなっちゃうんだよね、コスト的に見てね、うん、でメーカー直ってなるとやっぱり最短、メーター数みたいな、個数みたいなのがやっぱあるから、まあ結果ね、そのメーカーさんの方から個人で仕入れるってなると、まあやっぱ難しいので、そういう時にねどうするかっていうと、ラッピングをやりたいっていう子が周りにもしいれば、あのメーカーさんの方に直に電話して、みんなでまあ要はまあ割り勘だよね、出し合って買うという方法が一番安いです。まあ、結果言い出しっぺが一番ね、本当にやりたいんであれば、まあちょっと多めに払ったところで、ね、いつでも練習できるだけのメーター数っていうのはストックできることになるんで、ね、メーカーさんだからその個人はね相手にしてくんないだろうっていうのはまあ大きな間違いで、ね、結果的にメーカーだって買ってくれりゃいい対応すんだから、買いもしねえで、ね、ただただこう毎回電話しては、これなんですか、これどうですかって聞いてるだけだと、煙たがられます。そうだけどさ、うまく付き合っていかねえと金なんか残んねえよ、全てにおいてね、本当に。はい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 、いいんじゃないですか、そろそろ。道具持ってきてないんだっけ、これだけか、はいっか。何分？やべ、もう30分じゃん。
申し訳ないっすね、セカちゃん、こんな感じで。最後まで見てくれる方がいるのかしらって感じでね。あ、なるほど、こっち折り込みだったんだ。あらら、失敗した。まあいいべ、わがままこんな感じです。ちょっとライン見ちゃった、ここ、まあ、いいまあいいや。YouTube ね、なかったっけ、この右上にアイコン表示されてると思うんだけど、あればちょっと出しとくんで、まあ結果ちょっとそれでね、何がしたいかっていうと、うちのチャンネルを、見てくれてる方が、まあ、大体どれぐらいのね、年層なのかっていうのをちょっと知りたいなっていうので、まあ、その YouTube の方にあるツールを使えば大体ね、こう何歳の方が見ているっていうのはまあわかるんだけど、まあそれでも、まあそんなに詳しく載ってるわけじゃないので、まあちょっとね、ここまでやって、話してるんで、まあスキップしちゃってる方も多分いると思うので、一応下にも書いておきます。俺、まあ何歳ぐらいだよみたいなね、っていうことを、まあ、ちょっとめんどくさいかもしれないですが、協力お願いします。まあっていうのはね、まあ、ちょっとコンテンツ的に出してるものがその人に合ってるのかどうかっていうのをちょこっと知りてえなっつうのが本心なところがあるので、ご協力お願いします。あ、やべ、上まで切っちゃった。上まで切っ、はい、ということで、そろそろ終わります。よいしょ、あ、やべ、下のスイッチだ。あれ、あ、こっちもスイッチだ。いいね。ただちょっとやっぱ柄変えればよかったかな。
なんかそのカーボン柄ってあれだよね、あるよね、すでにね、確かね。なんか灰皿ってカーボン調になってるの多いよな。何なんだろうあれ。カーボンイコールスタイリッシュみたいな感じかな、多分ね。いらないと、はあ、やっちゃった。まあいいでしょう、後ろだから。はい、失敗は気にしない。以上。ダメだね、集中すると目視になるね。なので今日はあれかな、ハリケーンの動画が、メインとセカンドでダブルで出る感じかな。なのでまあちょっと今日明日とね、休みの方はそれを利用して、ラッピングをしてみてください。まあなんか小物のラッピングであればその大きいホームセンター、まあ、宇都宮であれば、まあ、ジョイフの本、まあ、紙の缶だったけど、そこに、ジョイフの本だなんかでも、確か 3M の、シートの扱いはあった気がします。2階ですね、まあ、本田でいうとね、まあ、この辺に住んでる方も結構多いと思うので、2階に 3M のシート置いてます。ただ、非常に小さいので本当にちょっとした、小物ですね。パネル関係、それから、シフトノブとかね、うん、もう、意外とおしゃれに、いけます。で、ヒートガンないんだっていう方はね、ドライヤー使ってくださいっていうのはこれね、よく言うんだけど、正直ヒートガン1個買っといたのがいいと思うんだよね。どうせ貼るんだったら。で、まあお子さんいる方とかね、まあ、例えばなんかこう変なとこで止まっちゃったよ、このまま上げようと思ったのに、まあしゃあね、これがセカちゃんだ。はい、こんな感じですね。最近ね、そのトラックの方のラッピングなんていうのもちょこちょこやってるので、まあトラック関係の方からですねお電話いただきました。はい、よいしで、何の話したんだっけ、忘れちゃった。まあいいや。ああ、そう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 、ジョイフル本田の話だ。そう、なので、ちょっとしたとこね、本当に、意外にでかいとこやろうとすると、失敗した時の痛手がでかいので。うん。まあ、それかね、メインチャンネルの方は、昔から僕見てますっていう方は、まあ、もうご存知だと思うんですが、アストロプロダクツに売ってる、まあ、シートですね。メーター1600円なので、ただ、はっきり言うけど物は悪いです、非常に。もし本当に短期的、まあ1ヶ月ぐらい、いや1ヶ月、うん、1ヶ月半ぐらいかで、まあ内装であればね、多分問題ないとは思うんだけど、問題ないとは言えないんだけど、外装は、おすすめはしません。
っていうのも、自分で使ってた、インプレッサーですねの方で、まあ、こんな感じになっちゃったよっていうのがあるので、まあ、アストロシートを使って、自分でやってみようかなっていう方は、剥がす際にご注意くださいって感じですね。100% のりは残ります。で、残った後どうするかっていうと、薄め液ですね、まあ、シンナーなんかで、洗うようになりますので、まあ、ボディの方が傷むっていうのが、前提です。で、紫外線にはめちゃめちゃ弱いので、時間が経つにつれて、表面がパリパリと割れてきます。これは 100% です。保証します。まあ、その安いシートはね。ただこのメーカーさんのシートはやっぱり質が違うので、金額も違うと、いうとこですが、ただ成功した時にはかなり綺麗なものが出来上がると。はい、こんな感じです。はい、まあ、艶消しの白だったものが、マットブラックとセンターカーボンと、赤ラインですね。で、まあ、カーレフのステッカーちょこっと貼ってみました。まあ、こんな感じでね、ちょこっとした、ラッピング自分でちょっとやってみようかなという方は、本当小物から、始めてみてください。意外とね、その最初から、成功しようと失敗したくないっていう方が多いんですが、結果的にね、そういうことをしてると、なかなか手が出せないっていうところに、つながりますので、まあ、失敗覚悟で、やってみるっていうので、小物からですね、やってみてください。まあ、これであれば本当に撮影時間ないぐらいなので、まあ、30分ぐらいかなあれば、終わっちゃいます。で、ホームセンターの中に売ってる安い灰皿買ってきて、で、まあ、好きな柄をね、貼ってみるというのもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、まあ、今日はね、パンの耳と言われる、端材ですね、を使って、灰皿ラッピングをしてみたという動画でした。はい、まあ、この動画きっかけにね、ラッピングしようかなと思う方が一人でも増えてくれれば、いいかなと思います。それではまた撮ります。では。